それ俺のハングリーレッドは全然違う。子供の頃から20回ワンセット、つま先をタッチするんですよ。これを超高速で、ちょっとショックだショックを与えてしまった体操選手の時にチャレンジ来たっていう、はい、うちらがやってる、Welcome to Big Hide Channel。 今日はこちら Fit Place 24の増式店さん、なんとあの山沢くんがプロデュースする今日本で一番勢いのあるジムということで Fit Place、 もちろん俺初めて来たんだけれども、実は以前山沢くんは俺のパワーハウスジムのトレーニングキャンプに、ちょっと何年前だったか忘れたんだけど、あのその当時俺すごく覚えてるのは、新人がめちゃめちゃ強い人だって、あの後で聞いてみたら体操やってるってことで、その当時から、まあ、体でも目立ったけれども、今はこちらのビジネス、そして自身でもコンテスト FWJ でプロカードを狙うという、ね、すごい今日本で一番勢いのなんか持ってるけれども、このフィットプレイス24さん常識店にお邪魔して、山沢君とトレーニング、そして対談ということですごい楽しみにしてきました。では早速行ってみましょう。ピッとやらなくちゃいけないんだよね。ピッないので。山田君は開けて。ありがとう。ピッタリ。わざわざ。ご無沙汰してます。いや、ご無沙汰してます、本当は。まあ、アメリカ以来じゃないんだけど、あれだよね。どうだ、栃木であったか。栃木であったんですよ。あれ、本当に4年ぶりぐらいにお会いして。そうだよね。はい。でもこうやって YouTube、 あの以前ね、一緒に撮らせていただきましたけど、あれから5年ぐらい経ってますよね。5年間あれ、はい、そうか。それからなんかもう大成功でご活躍見てました。いや、ありがとうございます、うん、でまあもちろんコンテストでも、はい、今回出るの今週末。あ、僕は出る。出ないそこそこ、はい、でもまだプロカード狙ってるわけでしょ。まあ一応、うん、プロカード狙いつつでもちろんビジネスの方でも、はい、はい、会った時はまだこれジムはまだやってなかったです。全然やってなかったですし、うん、僕本当地方の地方に住んでましたし、うん、登録者あの時7万人ぐらいだったんですよ。僕のこと誰も、ね、フィットネス界では知ってくれてなかったんで、うん、はい、まあ、あれからいろいろ変わりまして。変わったよねこれで俺当時は YouTube なんてまだ全く知らなかったから、はいはいはい、あの山沢君が YouTube やってるということも、まあ、言ってたかもしれないけど全く覚えてないけど、インタビューしてくれたよね。あ、インタビューさせていただいて、でも、うん、あの時それこそトレーニングしたメンバーと一緒に食事行かせてもらって、うん、僕 YouTube の話山岸さんにしたんですよ、うん、そしたらすごい興味持って持ってた、はい、で YouTube でそうやってお金稼げるんだということは教えてもらって、その後数年して俺も遅ればせながらありがとうございます。いや、とんでもないです。すごい、これ今ちょっと1回だけ、はい、あの見せてもらってるけど、すごいね、このジム。あ、ここ、本当フィットプレスの方でも広い方で、ああ、もともとフィットプレスってその自分で、地元は新潟なんですね、はい、新潟で始められて、はい、それがどんどん大きくなってるってことでいいの？あ、でも新潟では、まあ、1店舗出しましたけど、やっぱ自分一人の力じゃこう拡大できなかったんで、うん、拡大するためのメンバーを集めて、うん、自分がインフルエンサーとして筆頭に、うん、社長として筆頭に、なんかいろんなメンバーでやってます。うん、そう、チームを作ったんですね。チームを作りました。やっぱ、うん、事務系、まあ、やっぱり所詮経営者だでしたけど、そこまでこう店舗をね、100店舗200店舗ってしていける知識はなかったんで、うん、マーケティングに詳しい人間、そのジムに詳しい人間といろいろ集めてやりました。はい、だから俺もジム、まあ、やらせていただいてラスベガスやってるんだけども、だから今日いろいろそれ勉強したいなと思って、はい、いろいろ教えてください。ぜひ、もちろん、うん、トレーニングもちろんだけどね、はい、ちょっと2回見せてください。お、全然違う、こっち。あ、テクノジム、高級感あふれるな、こっちはね。またちょっとこう一回とイメージを変えてと言いますか。いや、全然これだけでもジムとして成り立つよね。あ、でもそうなんですよ、ダンベルもちゃんとあるんで、うん、この何、配置とかも自分でやってんの？あ、これやっぱ専門の一番詳しい人間がもう、ま、配置はやってますね。ということで今日は山沢君といえば、だからさっきやったらあんま腹筋はやらないって言ったら、元体操選手だから、はい、やっぱ腹筋には自信あるよね。腹筋には自信ありますね、うん、20年やってきましたね、うん、はい、体操選手の、 あの腹筋、もちろん肩とか腕とかもあるけれども、
まあハンギングレイクレイズをさっきちょっと話していて、俺もハンギングレイクレイズはやるので、まあ、それがおすすめのハンギングレイクレイズと、もう一つなんかすごい地獄的な腹筋の種目はあるでしょ。 ありますね。それちょっとやる、見せて教えてください。いやこれ皆さん聞いてください、僕が教えるの恐れ多いってちゃんと言ったんですからね僕が教えることないじゃないですかあるいや恐れ多くて一応僕があのお伝えさせていただくって流れになってますので、うん、まあ、でも本当10歳からハンギングレッグレイズをやり続けてきまして、で僕らやっぱ体操選手って足がとにかく上がるんですよ。あ、そんな上がるの。伸ばしたままここにつけるんで、あのつかないと先生に怒られるんですよ。でカウントしてもらえないからつけて1、これをそれ俺のハンギングレイズとは全然違う。子どもの頃から20回1セット6木でやらされましたね。6木か。はい。ということは背中6木に当たってんの。そうなんですよ。より背中が収縮するっていうか、より難しいよ、ね。はい。そっか、俺できるんだ。一回できるんだ。どうかな。これいい。はい。じゃあ、俺だけど、俺のハンギングレッグレイズはもうハーフレンチだけど。いや、上がるかな、上がんない。あ、いや、でも上がったすごいきつそう。あ、3レップ。最後ついてない、俺うわ、これきつい。これでも20レップ20レップできる。今20レップできる。今きつ、あ、でも1セットはいけると思いますね。はい。いや、これは俺、これ練習しないといかんな、これ。今ちょっとショックだったショックを与えてしまった。え、なんでこんなきついんだいや、でももう体操選手ならではのやっぱ柔軟性ってありますよね。もう足を上げ慣れてるじゃないですけど、常日頃鉄棒ってもう足上げないと始まんないですから。いや、足を上げ、あそこまで上げたのが初めてかもしれない。でちょっと怖いね、やっぱね。あ、初めてやった、はいはいはい、なんかそのまま追いっこっちゃいそう。ちょっともうちょっとやすな、もう一回やらせてください。これはすごい。だからあとはワイパーもよくやらされましたね。え、こうワイパー、この横、うん、横もやらされましたし、あとこう水平キープしてこういうのやらされるんですよ、永遠と。ちょっと待ってよちょっと上げて一回やって、それワイパーやって、でそれちょっとチャレンジしますいや、俺はハイインテンシーだな、もう聞いた OK、 いきます、はい、じゃあ最初リバスマッスルそしてもう一回上げてワイパーだよね、はい。ダメだ、これできない止まんない。あ、そしてこうか、交差して開く。あ、できた。大丈夫です、すごい。いや、俺もじゃあこれ練習します。これ企画大丈夫ですか山岸さんチャレンジ企画になっちゃってるんですけどいやだけど勉強になる、これやるよ。まずは5レップ目標で、もう1種目は2種目目は、じゃあ2種目目、ね、もう V 字腹筋、これも体操選手のあれ定番、これ一番、いや定番中の定番ですね。これは30回子供の頃からやらされてきて、でこの万歳した状態からつま先をタップするんですよ。でこれを超高速で、うん、わこれなんかちょっとバリスティックな感じだね。はい、こう伸ばす感じ。でこんぐらいのハイテンポで、ゆっくり効かせるとかじゃないんですよ。ああ、というかもうバーンと、はいはいはい、勢い、勢いというか反動じゃないけど、反動。よし。あ、上がんない。この肩甲骨離れるぐらいですね。結構難しいですよ。難しい。はい。
もうちょっと状態起こしちゃっていいですか。いや、状態上がんないよ。いや、俺も上げたいんだけど、上がんないんだけど、難しい。え？どういうこと？完全に、ここが浮いてますね。え？浮いてタッチ。あ、そうか、そうか。浮いてタッチ。そうか。あ、そうです、そうです。で、しかもかかとを下ろして、あ、できてます、います、います。あ、そうです。先に状態上げないとダメ。先に状態上げないとダメかもしれないですね。ついてないけどね。きつそう。分かった、はい、だけどこれ結構足を先上げると上がんない状態が。そうなんですよ、コツもいりますね、いやコツいるけどこれもう一回ちょっと、ま、ちょっと待ってちょっと待ってくださいうちらがやってるこうやってベンチの上でこうやって掴んでやるやつは全然違うね。また違いますよね。もうなんかもう体上がんないもん、ね、横にぐるっと回んないと体起こせない。うわすげえ効いた。うわすごいねやっぱり体操選手は。そうですね、ちょっとね、でも子供の頃からやってきたから、なんかもう腹筋もうやる必要ないなってぐらい、割とやる必要ないこれは。話せない俺。そうか、今まあやるとし、あのコンテスト前にやるとしてもこれをやる、それとももっと違う。あ、でもやります。やこれはだ、さ今1週間に1回だけ腹筋ちょろっとやるんですけど、やっぱ V 重筋やります。これあのなんかどこでもできるから器具もいらないし、なるほど、はい、いや勉強になりました。とんでもないです。ガチで動いてくれたから。俺だけどこう次回 お会いするまではちょっとできるようにしていきます。はい、10回ぐらいね。はい、いやすごいすごい。まあチャレンジできる人は、あ怪我しないでこれやって、落っこったらこれ死ぬよ。さっきの話では今100店舗目指すということなんで、はい、俺もまあジムをやってるので、はい、恥ずかしながらやってるので、まあ一番最初のジムは新潟で。はい、まあ、始めて、それはこの、まあ、コンセプトはこのジムだったと思うんで、この名前だったの。あ、いや、アルティメットフィットネスって名前で、今もやってるんですけど、まあ、本当そことは別で、だから料金形態とかもそことは違うんですよ。やっぱり今ここ月額2980円から通えるっていうシステムやってますけど、何も知らないそのまだインフルエンサーだった自分がその月額2980円で経営できるなんて思ってもなかったんですよ。いや、それなんだよ。はい、そこの秘密を言っていいんだろうか。でもまあ秘密っていうか、でも皆さんその単純に会員数だけが売り上げだと思ってるんですけど、もちろんほらパーソナルトレーニングもありますし、結構そのサブスクの売り上げ、例えば水素水とか使いたい人はプラス1000円で飲み放題ですよとか、あれはそうなの、あれはあのピッてやって入れるんだ。そうなんですよ、とかタンニングマシンとかもそっからサブスクプラス1000円とかで何回まで使えますよとかっていう、まあ完全にその会員数だけが売り上げの全てじゃないんで、意外とその全てを含めると収支の計算取れるんですよね。なんか今それこそ全3ヶ月目でもう全店黒字化します。はい、今さっきあのちらっとチームを作ったっていう、それチームってどういうふうに集めたって言ったら変だけども、はい、やっぱりそれはコネクション、それともなんか募集したの？あ、いやでもコネクションですね。やっぱりインフルエンサーとして何年も何年もやってきた中で、やっぱいろんな会社の人と顔見知りになるじゃないですか、付き合いがあったんで、まあ、その中で出会ったそのめちゃめちゃマーケティングに詳しい人間だったり、そのもともとその全国のジムのマネージャーやってましたとか、そういった人たちとじゃあ集まって、もうフィットプレイス全国に1000店舗作ろうぜっていう最初からプロジェクトで始めました、ね。それいつ始まった？え、もう始まったのがまだ1年ぐらいで、最初にオープンしたのが今年の2月なんですよ。そうなんですよ、まだ1年経ってないで
今30店舗ぐらいまで作れたんで、うんうん、だからそれで 100店舗はもう射程圏内だと。そうですね、発表した要は物件契約したのだけでも今60店舗ぐらいあるんで、すでに本当あの業界から大注目っていうかね、自分で言うのもなんですけど、うん、いやそれが分かんないもんね。だって俺ちゃんにしてみればね、はい、さっき言ってたけれども、なるほどね、はい、うん、でもじゃあ30店舗オープンして30店舗はもう完全に場所も決まって、はい、オープンあと工事するだけ。30店舗はもう完成してます。完成してます。営業してます、うん、はい。で、あのもうこれからの30店舗 もう場所決まってるわけですか。まあ、場所は決まって、はい、これから工事が完成するだけって感じ。だから12月、1月、2月と月に20店舗ずつぐらい今出てくるペースですね。はい、まあ、ここまで、俺は聞いて今のさっきの一言だけでも、あ、なるほどなと。ジムやってるとやっぱりそのどうしても会員のメンバー数がやっぱり大事かなと思っちゃうんだけど、そうでもない、うん、そうでもないというか、それももちろん大事なんだけれども、それプラスアルファがあるということですね。そうですよね。まあ、言ってしまえばそのほらビジネス的には客単価って言いますかね、一人当たりが別に全員が3000円ってわけじゃなくて、やっぱフィットプレイスの他のサービスをね購入してくれるお客様っての多数いるので、なんで逆に言うとどこで売り上げを作るかじゃないですかね、会費以外に。会費以外に、はい、面白い。で、今、まあ、さっきも言ったけども、インフルエンサーでありビジネスマンであり、でコンテストも出てるということで、コンテストはもう何年やってるの？体操選手がコンテスト、いや、フィジーク選手になるの初めて出てたのもう7年、8年ぐらいです。8年前、うん、はい、大会も13から5ぐらい出てますし、うん、割とだからフィジーク界ではベテランになってきちゃいます、ね。まあ、ベテランだよね、はい、まあ、昔から出てるもんね、はい。でまあ、いつも上位というかそれ入って、もちろん日本一プロカードというところを目指してると思うんだけれども、次の射程にしてるコンテストは何？来年ですね。で今それこそずっと、まあ、プロになるっていうのを視野に入れてやってきたんですけど、うん、ここ直近のコンテストの成績あんまり良くないんですよ、うん、前回前々回と、うん、割とこう成績を落としてて、なんかまだちょっとまた一からじゃないですけど、とりあえずは来年どこかの大会でクオリファイじゃない大会でリージョナルで優勝したいなっていうのがまず、うん、そっからだなみたいな。まずは、まあ、もう一回、まあ、注目もされてるからね、まあ、プレッシャーもあると思うんだけども、はい、そもそも体操選手からボディービルダーというかフィジークって、まあ、移りやすいというか基本は一緒というか体がもうできてるわけじゃない。それのきっかけは何だったの、フィジークを出会える。でも何だったっけな、それこそなんか20代でなんかくすぶってたんですよね、こうまだ YouTube を始める、あ、思い出しました。パーソナルジム僕先に始めてるんですよ、うん、パーソナルジムを自分一人で始めてみたんですけど、まあ、そのやっぱジムの宣伝のためになんかないかなってネットサーフィンしてたらたまたま見つけたんですよね、うん、そのフィジークっていう大会があるらしいと、うん、で体操やってて鍛えてたし、もう出来上がってたんだ、はい、あ、これなんか自分が出ても勝てそうだなってぐらいの気持ちで出てみたら、最初の大会もうビリでした、うん、あ、そう、はい、でもそのもうフィジークのイロハも何もなく出たんで、うん、タンニングもせず、減量もせず、うん、とりあえず出てみたんですよ、うん、はい、じゃ全然ダメだったんですけど、パーソナルジムを始めようと思ったら、いや、もちろんトレーニングはやってたんだろうけれども、それをビジネスとしてもやろうと思った。そうなんですよ、だから僕逆に言うとそのずっとフリーターだったんですよね、20代に行って本当仕事がしてなくて、うん、まあ、そのシルク・ド・ソレイユっていうサーカスに入りたかったんですね、ずっと体操選手は。ラスベガスもやってるね、はい、なんですけど、その夢がなかなか叶わず、うん、現実はアルバイトをしながら練習するみたいな生活が続いてたんで、あ、ちょっとこのままじゃまずいなっていうので、うん、未経験でパーソナルジム始めたんですよ、ね、はい、その時パーソナルジムで、まあ、流行りって言ったらおかしいけど、その時流行ってた時、ちょうど流行ってた時なんで、もう始めたすぐにうまくいっちゃいまして、うん、それがなんか一つその自分がビジネスのきっかけでしたね、うん、それは何、地元新潟で、はい、それがアルティメイトジムの前身。前身です、はい、なるほど。いや、面白い。それを考えるとあれだね、サクセスストーリーだ、ジャパニーズドリームだね、かもしれないですね、うん、本当 YouTube ドリームっていうか、あ、今振り返るとだいぶ変わったなっていう。すごい変わってるでしょ、はい、それはやっぱり今
若い人はやっぱりそういうのを、はい、まあ、目標にしてっていうかやっぱり夢があると思うんだよね俺は、だから結局もちろんあの選手として成功するってのは大事だと思うけれども、俺はやっぱりそのビジネスも面白い、はい、選手としてできる人ってビジネスも絶対できると思うんだよね、まあ似てるよねやっぱね、似てますよね、そのやっぱり自己管理が大事なところとか、はい、だからあの俺は体ができてる人ってやっぱり自己管理がしっかりしてる人だから、うん、あのビジネスも何でも成功できると思うんだよ、はいはい、それをなんかみんなに示してくれて夢を与えてくれて、これからも期待してます。いや、ありがとうございます。俺も見習って頑張ります。すごい勉強になった、はい、ありがとうございます。今日は時間、ありがとうございます。そう、はい、期待してます、ね、ありがとうございました。トータルで 1,2,3,4 セットやるわけだけど、その4セット目にこれは4分の1ティースプーン体から離さない。トレーニング前中後、特にお勧めしているのはトレーニング後、やはり